お晩でーす。2022年9月からフォロワーの皆さんと全国に広がるプロジェクトを進めてきました。このプロジェクトは、読むと自然と心のバリアフリーを進めることができる本、いつも気にかけてくれてありがとうをフォロワーの皆様のお力をお借りして、全国の図書館や学校の図書室、公共の施設などに寄付寄贈をしています。この本は子供や障害がある方も読みやすい工夫を施しています。また一気に読み上げられるぐらいの分量なので、読書が苦手な方もあっという間に読めて、あっという間に心のバリアフリー化を進めることができます。2022年9月から2023年3月まではどなたがどこへ寄付寄贈してくださったのか報告動画を投稿済みです。今回は現在に至るまでの状況を動画にして報告します。それではお一方お一方ご紹介させていただきます。加藤正隆さんが福岡県福岡市立前松原小学校へ寄贈してくださいました。ジェロニモ・テロネスさんが杉本に複数冊本を寄付してくださいました。私に直接寄付してくださった本に関しては、私自身が足を運ぶ学校などに寄贈させていただいています。笹本裕二さん、私に複数冊寄贈してくださいました。旧勝田市さん、ひたちなか市の中央図書館、中港図書館、佐野図書館に寄贈してくださいました。茨城県内の市立図書館は、茨城県図書館情報ネットワークに参加している図書館であれば、県内どこでも借りることができるそうです。次に、私に寄付していただいた本を札幌市立信濃小学校に寄贈させていただきました。次に、旧勝田市さん、水戸市立図書館に寄贈してくださいました。他にも大洗町公民館図書室に寄贈してくださいました。また小沢眼科病院友部診療所に寄贈してくださいました。旧勝田市さん続きます。水戸市大町の子育て支援多世代交流センターに寄贈してくださいました。皆さんから寄付していただいた本を、私が札幌市立ひばりが丘小学校と札幌市立川北小学校に寄贈させていただきました。笹本裕二さん、東京都練馬区ぬくい図書館に寄贈してくださいました。他にも数箇所アクションを取ってくださったようです。また杉本に複数冊本を寄贈してくださいました。旧勝田市さん、ひたちなか市子育て支援センターファミリコに寄贈してくださいました。また日本盲導犬協会にも寄贈してくださいました。元気屋さんのお友達の方が、岐阜県にある美人の湯各務原施設内の休憩室に寄贈してくださいました。他にも様々な図書館や学校、公共の施設に掛け合ってくださった方たちが大勢います。寄贈申し出て成立が難しかったことがたくさんあったかと思います。しかしアクションを取っていただけたこと自体が、もう私にとっては本当に活動上すごく力になっています。前回の続きの色塗りをしていきます。もうすでに色が塗られている都道府県があるんですが、これが、2022年9月から、2023年3月までの本を寄贈できた地域のところになります。今回被っていない地域の色を塗っていきます。福岡県ちょっとね、ルーペで見ていきます。福岡県塗ってきます。よいしょ。2022年9月から1年半で全国に約80冊の本を寄贈することで、心のバリアフリーを広げられることができました。
普段は講演会や動画配信などを中心に心のバリアフリーを広げていますが、活字から広めることも大切だと思っています。ぜひ今後も皆様のお力をお借りして広げていきたいので、ご協力いただけたら嬉しいです。この活動にご賛同いただける方がいらっしゃいましたら、この動画の説明欄にプロジェクトへの参加方法を記載していますので、お読みいただけたら幸いです。私自身もコツコツと全国に広げられるように頑張ります。こんな感じに塗り上がりました。新しく追加されたところは福岡県、そして茨城県、そして岐阜県、そして神奈川県です。だいぶ色が染まってきました。私一人では到底叶えることができません。皆様のご協力があってこそです。本当にありがとうございます。いつもいいねやコメントありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。おばんでした。